わー、わー、すごい、すごいよ。すごいよ。特別だよ。強国アザイ軍、強国アザイ軍のお攻めだ。どうしよう、長政様。あの人たち、すごく怒ってる。なぜこうも狙われるのだ。姉上、やはり将軍家に手を貸すのが過ちだったのだ。あら、それは関係ないと思うよ。きっとこの船で降伏してしまったんじゃないかしら。何？それだな。私によこせ。何？乱世を勝ち残り、藁を手に入れようとする卑しいお前たちへ、今すぐ金銀財宝を持って藁の元に下りなさい。断るなら、藁の弟が黙ってはいないわよ。たとう！なんだこよ！いたとう！乱世に乗じて私利私欲を貪るアザイレグレ様だ！強国マリアと共に打ち果たせ！人間よ、長政様。うわぁ！うわぁ！どうするの？相手が思うつもりだ。宿命は我らに任せよ。
続き。ではでは、の報酬三代。敵敵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 緊急会に巨大な影を確認。報酬へ向けて放った密偵から何の沙汰もありません。こっちだ、獲物の湯だ。キキー、織田軍制定隊が静か殿の向けておりまする。豊臣に追われた人が今なお攻防を続けているとだ。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、わびびすけ。マリア様、お尋ね者なら何か珍しいものを持っているのでは。生きた心地がせん。なんのことかしら。それよりあなたさ、猫をたくさん捕まえてきなさ。きれだぞ。
松井よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命なのだ。耳を鳴らすのは命じられる。あなたの欲しいのは一致なのでしょ。奪ったとしても、申し上げます、現在の我が軍には応戦する兵力もございません。援軍団だ、援軍を呼べ。王へ届け、明智様金星クロノキ。このままじゃ激変が、早く火元を立たないと。我が名がゆらふらがこの織田の願いに関わりは、マリアスの危機、もうちょっと仲良くなれないかな。しばしの命だな。もうすぐだ、もうすぐ本体も。大きな鳥を振り抜けようと大最強なり投げ使いな。
つも疲れを祝えるはずだ。その気持ちを見逃すはずだ。どこまでも引き連れるぞ。そう、いい女だね。残酷なものだね。Thank you.
いい乗り物を手に入れたわ。なぜ私は動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろと命じられていないが、赤の7-1なの。あなたがそれを語る理由も意味がない。私が惹かれたその事実だけがあり、ゆきこの中からあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私はワラが欲しいの。だあなたを出て迷うことも思ったけど、うん、やっぱりやめそう。だってあなたじゃ満足できないもの。石田軍に襲われてます。変えることなど構わぬ。この手で掴んで変えた。私の俺の運命。毒ガビラ流が水郷にも稽古割りを求めているとのことです。ちょいと手合わせだ。フェイクドーン！チェンジ！巨大な地下道を発見！なんてあった？迷子じゃ！イオコーナ軍が開花中を伴い進行中の模様。白黒の緑が華麗にギリシク舞いますよ。これも我らの生き様だ。マリア様、お尋ね者なら何か珍しいものを持っているのでは。猫さんたち。気になるぞ。ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。囲いよ、先走るは悪ぞ。聞いておらぬ。三成様直々の命がよりうれしかったと見る。軽いよね。
この先はやから再び向け
将として花開くとも思えぬ。信長様も明智殿も何を考えてお家なのか。悪いけど今日の俺は赤いくらい本気だぜ。なぜ三成様直々のどでかい命令だけんな。心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。無敵だ。お前無敵の名を言ってみろ。そう魔を得たらダメだ。無敵に立ち向かうは勇気か。いいな。無謀だ。ついえめ、まだ一騎打ちに興じておるのか。やべ、マジで広まっちゃったよ。三成様の笑うとこ見たら死ぬって噂。守りくだされサム八幡大菩薩。わらわとのひととき一緒の思い出になったわね。いじめてほしいのなら素直にそう言えばいいのに。そんなにとろけてみたい。残り一つだ。気を締めていくぞ。事のすべてが左近のせいとは言えまい。このままでは三成様に申し訳が立たぬ。私に申し訳が何だ。すでに許可はいただいている。永劫に仕え続ける許可を。白色の雲よ、気を隠せ。この心に刺す明るみを一つ残らず消滅しろ。なんだ、そろそろおとなしくしねえと。ここからひんむいて尻蹴って恩だぜ。なんかあっちが騒がしいな。って、三成様。雲の子を散らすように。悪い夢だ。なんという気迫だ。撤退撤退。このまま豊臣軍の天下手は組み合いかねえか。マジですげえな、ハンター。俺たち相手によくやるっつうの。三成様集中ですよ、集中。貴様が死ねば私の気を散らす存在は消える。くっそ、まずくないか三成様。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。今からお前をぶん殴る。お前も俺をぶん殴れ。お見事、前を司っておられますな。わらわを退屈させないでね。それ一番嫌いなの。今です、今っすよ、三成様。残念、かまいたしてください。頼んだ、三成様。必ずやり遂げてみせるから。俺があんたにかけたように、あんたも俺にかけてくれ。いいだろう、サコ。私の信頼だけは決して裏切るな。この陣奪い
返し、目にもの見せてくれよ。主人公見たぞ。一番無敵に立ち向かうは勇気か。いいな。無謀だ。息が切れる様子もなし。水を得たかった。無敵だ。バサラバサ。いっそうちにでも来ちまったら。無敵一番。俺も言いつけ守れるし、あんたも死なねえ。無敵剣が。その賭けは成立しない。見たか。ノレとはことづかっていないゆえに。しかし、なぜあの男といい、お前といい。敵方の勢いが衰えぬ。何か手を打たねばなるまい。の上げ方も忘れて久しい。我が軍の怒涛の進撃、もはや止められない。マリア様にも本命の男がおられるのさ。多分かな。かつイエメ、よもや敵に説得すら受けようとは。あれ上をもうならせるような活躍に期待するぞ。おっ！やはり殺意への指揮なんて満足に戦えるわ。この兵たちはいらないの？そうでしょ？絶対に勝とうぜ。負けたら先はねえ。切り開け。何としてもなさねばならんのだ。どうしてもあのような活躍を。お色直しの時間ね。お色直しの時間切れ。なんでわらわがこんなことしてるのかしら。長政さん、もとより期待などしておらぬのか。こうなれば勝家をおとりに撤退でも。参ったね。布と薬がいくらあっても足りゃしねえ。お色直しの時間ね。たらこもさん、ごめん。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。今、あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる？ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎが必要。逃げるなりなんなり好きにしな。
よしてるに張り合おうだなんて。存外可愛らしいところがあるのね。あんたこそプライズのくせにデジャバリすぎだ。おとなしく君の箱にでも入ってな。俺の指は誰よりも強い。独創を貫いた証しだ。もっと近くに。見ろ、あんたはどんな国を作りたい。ライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、光り差す明日でまた会おうぜ。勝家様、なんとかしてあげたいけど。友倒れでスカンピンはまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない、だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな、カスイエ。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。お市様の傍らにありながらその立ち振る舞い、感化すべき断りなど何辺にもあるものか。あなた、わらわよりも位置が欲しいのね。神秘眼のない男、わらわがめでたいだけ、あなたは勝ちたいだけ。さあ、わらわを引き立てて。友よ、合わせるぞ。次こそは必ずあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私は牛乳って書いた。あんた、ま、借りはこいつできっちり返す。顔めでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめそう。だってあなたじゃ満足できないもの。よし、戦もひとまず片付いたか。こうしてはいられん、急ぎ例の準備に取り掛からねば。あら長松さん、豊臣陣営付近に松永の姿が。未完の名物不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。武田信玄不在の隙をつき、飯が海へと攻め入りました。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。島の部隊が戦線離脱、沢山城へと撤退。マリア様、
お尋ね者なら何か珍しいものを持っているのでは。あら長政、その杯は何？今から一と結婚でもするのかしら。とうの昔にしているぞ。いやそうではなく、家中の者の仲人道だな。何せ一生あれ上、おかげで部下の挙式が台無しではないか。あら、何のこと？新郎新婦も感激でむせび泣いていたじゃない。あれは悲しみに嘆いていたのだ。まったく、姉上もいい加減夫を持ち、家族そして夫婦とは何たる顔だな。長政に言われたくはないけど、まさかわらわが邪魔だからどこかへ嫁げとそう言いたいのかしら。あ、いや、邪魔とか自由すぎるとか迷惑などとは決して。そう、お前がその気なら見てなさい、とびきりの花婿を連れ帰ってやるわ。いや、私はただ家族の尊さ、そして規律ある生活態度だな。あ、姉上、姉上来なさい。待つのだ姉上、話はまだ終わっていない。大事、京極浅井の家はどうするつもりだ。長政、あなたはわらわ抜きでも国を一つ守り通すだけの気概はないの？大丈夫だよ長政様、一頑張るから。でも姉様、お色直しの時間だ。婿様探しにも出会えるね。そう、そのあたりを適当にふらついていれば見つかるでしょ。ね？いかん、そんな婚姻など断じて認めんぞ姉上。なら姉様はどんな殿方を探すの？見た目が良くて強そうで、まあ仕事はしない。まあ最悪でもそんな男を捕まえられれば我慢するわ。最低限の基準がすでに天ほど高いではないか。長政様、姉様ってまるで子供みたいね。あら、言うようになったじゃない。一、なぜ今火に油を注いだ。なら飛び切り怖い男でも捕まえてこようかしら。一、あなたが泣いて震えてしまうくらいの別にいいよ。どんな人だって兄様よりは待って、姉上の伴侶はすなわち私の兄か。いずれにせよ、ただでは済まない未来しか見える。ありがとう。あら、情けない正義ね。そこで休んでなさい長政。やっとあの子たちを負けたわね。これじゃ猫たちもかわいそうだわ。それにしても
案外わらわにふさわしい相手は転がっていないものね。まあいいものに手垢がついているのは当然のことだし、なかなか見つからないのもしょうがないのかしら。あら、ここは。さあさあ、イカ様抜きでハッタハッタ、一遍くらい島の左近をスカンピンにしてみたいっしょ。いったな左近、次は負けねえぞ。あら、賭け事かしら。そういえば、ヨシテルもあれが好きだったわね。あ、わらわもちょっと寄って、花婿探しにかけてみようかしら。来なさい。おっと、お客さんかい？べっぴんさんは歓迎だけど、イカ様だけはご法度だぜ。そうね、わらわの美しさは他の女から見たらイカ様みたいなものかもね。あ、そうっすね。ちょいと俺と7番勝負ってのはどうだい？俺は超に張った。さあさあ、サイを振っておくんな。俺の勝ちっしょ。あんた道に迷いでもしたの？三成様が戻る前に帰った方がいいと思うよ。あら、その子に見つかるとわらわが無理やり奪われてしまうからかしら。あー、いや、女を連れ込んでると思われて俺が叱られるっつうか。もらってあげる。2番勝負だ。遠くもバッチも超にかけるっすね。サイコロみたいなもん。まあ、あんたも苦労してんだな。してんのか？楽しませて。楽しませて。三番勝負だ。頂上ハッチで俺は勝負。合わせるぞ。
じものでも食べてきたら。まずった。そういえばヨシテルなんて最初だけは面白いことをしてくれたけど、あとはずっと様子見ばかりなのよね。ヨシテルってあの将軍様だよな。やっべえ、この人ってめちゃ偉い人系か。いやーでもそんな風には見えないか。の超デッドだ。探してるってことね。じゃあ魔王さんなんていいんじゃないの。なんてね。でも信長は強いけど相性はないし、ちょっと声が大きくてうるさいのが気に入らないわ。いや、何物騒なこと言ってくれてんの。俺ただ話振っただけだからね。やっぱ超に発達。戦場ってのは本当一つの万物語録だよね。わらわを楽しませなくて。この人まるでお構いなしだよ。ランスに舞い降りたね。ねえ、もっとわらわに表現はないかしら。合格よ。秀吉様はどうだ。スウェーデン寡黙だぜ。あれ、これまたまずい感じか。秀吉はダメよ、顔が怖すぎるもの。きっと誰かが武骨って字で服洗いでもして。あなたにね。みんな、俺の話をよく聞いてくれ。俺は今日ここにいなかったし、あの人からは何も聞いてない。おや、今日は催し物があると聞いてきたのですが。逃げるべき、それとも立ち向かうべき。最近の鍋はすごいのね。歩くんですもの。さあ、わらわを引き立てて。友よ、合わせるぞ。あなたみたいな捨てられた鍋とわらわの高貴な一生がここで交わったこと、さっきとしか思えないわね。わらわを楽しませなくて。僕なんかいじめて楽しいの。想像しいわね。
これくらいで大げさに。お悩みはこちらへどうぞ。あなたの力となります。あら、ちょうどいいところに来たわね。いつになって？喜んで。合格よ。おっ、これが日々の刺激というものです。いじめたつもりはないのだけれど。誰かこの鍋を捨てておいてくれない？こんなことになるなら来なかったよ。お坊様に結婚は無理ね。さようなら。ご随意に。もらってあげる。わらわを楽しませてね、曲芸師さ。ちょっくれ、いつまでやんの？ねえってば、聞いてる？姉さん、うし、ここでなんとかしとかないとガチでやべえからな。悪いけど、いい加減帰ってもらうぜ。あら、威勢がいいじゃない。そんなにわらわを手に入れたいのね。あなた、博打が好きならわらわに貼ってみるのはどう？天下を取ればあなたの自由よ。いや、なんか話が勝手に進んでるんすけど。そんなにわらわが欲しいならあなたを夫にしてもいいわよ。もちろん、わらわよりも強くなければ認めないけど。当然、あんたには勝たせてもらうさ。でなきゃ、俺が叱られちまうっての。いや、夫は嫌だけど。もう終わり？それとも、わらわの魅力のせい？どっちにしても、わらわにふさわしくはなかったわね。いいものは見つからないわね。退屈なのも、不愛想なのも、武骨すぎるのもダメ。お坊様は無理、鍋は論外、博打好きは意外とまともでつまらない。このまま旅を続けても正直出会える気がしないわ。誰かさんみたいなことを言うのは嫌だけど、乱世にはろくな男がいないのね。そうだ、あの子がいたじゃない。あの子ならからかいがいもあるし、うん、他の誰よりも男らしい。決めたわ。待っていなさい、わらわが幸せを運んであげるから。来なさい。乙女の強さを知り、乙女を敬え。
この道場でそれを叩き込んでやる。ねえ、なおたら、乙女がどうとかはもうどうでもいいから、わらわさん、結婚について話しましょうよ。いきなりなんだマリア、戦闘次第ではお前でも容赦はしないぞ。ナオトラ深夜会、かかれ。あなたも散々うるさく言ってたこと、わらわも分かる気がするわ。ろくな男がいないのね。なよなよしの世の中の男に比べたら、あなたの方がよほど強くて頼りがいがあるわ。そうだ、不甲斐ない男どもに比べたらって何？お前、結局私をからかいに来たんじゃないか。追い込まれた乙女の力、今こそ解放しろ。合格よ。私は倒れない。ナオトラ様の前に視線があれば。おい、友よ、合わせるぞ。この目は倒れても倒れても起き上がる。何度でも。わらわの笑顔が見たいの？それとも冷たい顔を？話も通じないわね。まあそこが面白くもあるんだけれど。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。胸を貸してやろう。私から一本奪ってみせよ。この程度か。私が出るまでもないの。さあ、少しは意地を見せてみろ。互いに刃を合わせ、その根性を示すんだ。はいはい、分かったわ。おい、誰が始めろと言った？焦って手を出す未熟者に男はふさわしくない。没収する。逃げるなよ臆病者。攻撃を紙一重で見切ってかわしてみせろ。本当にやれやれって感じだわ。
かんねえ。だお色直しの時間ねえ。甘いぞ。私の気迫に負けたか、この軟弱者。ただ防ぐだけなら亀でもできる。見事弾き返してみせろ。命令するのはわらわ。こうなるじゃない。貴様、乙女の支度を待つ余裕もないのか。ならばその男はいらないな。没収してやる。あら、手加減して差し上げたのにこの程度ですの。陣崩しを決めてみろ。どれだけ続くか見ものだな。もうやめない。走るのも汗をかくのも嫌いなの。いい加減本題を言え、マリア。私も暇じゃないんだ。強い男がいそうなここを見に来たのよ。情けないものばかりじゃわらわの結婚相手は見つからないもの。な、何？お前誰かと祝言をあげようというのか。この私を差し置いて。それにあなたには手伝ってほしいこともあるの。協力してくれるでしょ。いずれ幸せな式を挙げるあなたのためにもなることなんだけれど。さあわらわを引き立てて。友よ、合わせるぞ。何のことだかわからない。まあ少しぐらいなら付き合ってやってもいいぞ。で、何なんだその手伝ってほしいことというのは。父さん、結婚式の練習じゃない。はあ、なんで女同士でそんな練習をしなきゃならない。このナオトラ、逃げも隠れもしない。根性を入れて何度でも出直してこい。ほーら、やっぱり誰もいないじゃない。乙女の強さを知り、乙女を敬え。この道場でそれを叩き込んでやる。ねえ、ナオトラ、乙女がどうとかはもうどうでもいいから、わらわと結婚について話しましょうよ。いきなりなんだ、マリア。変更次第ではお前でも容赦はしないぞ。ナオトラ親衛隊、かかれ。あなたが散々うるさく言ってたこと、わらわも分かる気がするわ。ろくな男がいないのよ。なよなよして世の中の男に比べたら、あなた。思い合わせる。さあわらわを引き立てて。あの方がいい。音強くて頼り前があるわ。そうだ、不甲斐ない男どもに比べたら。って何？お前、結局私をからかいに来たんじゃないか。追い込まれた乙女の力、今こそ解放しろ。
私は倒れない。ナオトラ様の熱き視線があれば。ダメの審判よ。この程度か。私が出るまでもないんだ。受け今日こそ根性の見せ所だ。ああ、少しは意地を見せてみろ。互いに刃を合わせ、その根性を示すんだ。はいはい、分かったわ。お色直しの時間ね。なんて情けない。いいの男衆の方がまだマシですわ。おい、誰が始めろと言った。焦って手を出す未熟者に男はふさわしくない。没収する。逃げるなよ臆病者。攻撃を紙一重で見切ってかわしてみせろ。本当にやれやれって感じだわ。私の気迫に負けたか、この軟弱者。ただ防ぐだけなら亀でもできる。見事弾き返してみせろ。命令するのはわらわ。差し上げたのに
この程度ですの？陣崩しを決めてみろ。どれだけ続くか見ものだな。もうやめない？走るのも汗をかくのも嫌いなの。いい加減に本題を言え、マリア。私も暇じゃないんだ。強い男がいそうなここを見に来たのよ。情けないものばかりじゃわらわの結婚相手は見つからないもの。な、何？お前誰かと祝言をあげようというのか。この私を差し置いて。痛みはお肌に悪いわよ。いいじゃない。それにあの子なら手伝ってほしいこともあるよ。協力してくれるでしょ。いずれ幸せな式を挙げるあなたのためにもなることなんだけれど。何のことだかわからない。まあ少しぐらいから付き合ってやってもいい。で、何なんだその手伝ってほしいことというのは。どうせ結婚式の練習じゃない。はあ、なんで女同士でそんな練習をしなきゃならない。あなたも練習しておいた方が安心でしょ。それにあらわは長政の部下の衆。本当にやるのか。おい、女に大事なのは思い切りよ。そうか、なら試してみても構わないか。引っかかった。さあ、なおたら練習なんだから力を抜いて。いや、やっぱり変だ。女同士で練習になんかならないだろう。さあ、わらわの真似をして言ってみて。おお、天にふさわしき我らがマリオに。天にふさわしき我らがマリアよ。なんだこれは。何の練習だ。気にしないの。これは異国式の祝言よ。そうか。いいか。それなら私が知らなくて当然だな。まあ普通の祝言もろくに知らない。ところでマリア、これは一体どっちが男でどっちが女役なんだ。私には違いがわからないが。そんな細かいこといいじゃない。どうせ練習なんだから。うん、これだけできれば十分ね。さあ、ナオトロ、本番よ。わらわとの祝言をあげましょう。はあ、何を言ってるんだ。天にふさわしき我らがマリアよ。皆のあがめと祝福を受け取りたまえ。新郎、いい名を取ら。そなたは強国マリアを妻とし、健やかなる時も、やめる時も、共にあることを誓いますか？いや、私は、新郎？美しき新婦、マリアよ。そなたはいい名を取らを夫とし、健やかなる時もやめる時も共にあることを誓いますか？ええ、誓うわ。それでは両者誓
誓いの口づけを。あらあら、ナオトラったら。いいわ、それじゃ待たせてもらいましょう。わらわの旦那様が訪れるその日まで。ね。